福島第一原発事故で原発の安全神話は完全に崩壊し、ひとたびの大事故は重点的防災範囲とされる半径8から10キロメートルをはるかに超えて地域を崩壊させることが明らかになりました。仙台原発で大事故を起これば宮崎県は壊滅的被害を避けられません。私は、千葉県千葉市に住んでおりました古田博美と申します。今回の地震と、原発事故の放射能を理由に宮崎とか九州に来られたという方、よかったら手を挙げていただけませんか。これだけの数の人たち、すいません、見てもらっていいですか。今何で手を挙げてるか分かりますか。聞いてました。ちゃんとお話聞いてください、ね。結構勇気を出しています。はいはい。3月11日の福島原発事故が理由で宮崎に避難、あるいは移住、避難を含めた移住をなさっている方が今手を挙げてくださっています。私も畑を耕していたんですけど、それが全て食べれなくなって逃げてきました。放射能の数値がとても高いので妻と2人で、自分の故郷を離れて宮崎県まで行きました。でこれからはもう本当にストップしていかないと日本中が住めない国になってしまうっていう想像をしたことはあるんでしょうかっていう質問をしたいと思います。Nach der Havarie im japanischen AKW Fukushima Daiichi evakuierten zehntausende Menschen aus den verseuchten Gebieten. Dieser Film stellt ein Netzwerk von freiwilligen Fukushima-Flüchtlingen vor, die in Miyazaki, im Süden von Japan, weit entfernt von ihrer Heimat, ein neues Leben begonnen haben. バラバラになり、また今まで築き上げてきたものを全てを失い、まるで国内難民のように。Die freiwilligen Flüchtlinge bekommen keine Unterstützung von der japanischen Regierung. Auch finden sie oft wenig Verständnis für ihre Furcht vor der nuklearen Verseuchung in ihren Familien und im sozialen Umfeld. Ich traf mich mit Sato Sachiko, Mutter und Aktivistin aus Fukushima und Expertin auf dem Gebiet der Super-GAU-Flüchtlinge. Fukushima の女たちは怒っています。最初に、こういう状況になった子どもたちを、私はとにかく子どもだけでもいいから疎開をさせてほしいという話をしたんです。で、地元の本当に川俣町の議員さんだとか、あと県議会の議員の方にも話をしたんですけれども、その時に言われたのが、まず一つショックだったのは、がんは医学が発達したら治すことができる病気なので心配ないよと、それよりも経済が立ち行かなることの方が大変なことになるというふうに言われたんですね。自主避難を呼びかけている私たちは、実は行政とかあと、経済界の人たちからは、本当に不安を煽っている市民というふうに見られているくらいなので、本当に避難や移住保養の話をするというのはすごい厳しい状況です。国が定めた避難区域というのが、原発、第一原発から20キロ県内のところ、ここのところが、避難区域に定められました。その後に計画的避難区域というところが定められたのが、この飯舘村と川俣町の一部が計画的避難区域というところです。それ以外のこの緑のところと水色のところ、ブルーのところの多くの地域は20ミリ以下なので避難をする必要がないという国の判断です。でこの黄色いところも放射能の汚染地帯になっているので、東日本はほとんど汚染地帯にもうなってしまっているという状況になっています。
20キロ圏内の人と計画的避難区域の人たちは国から保障が出て避難をしていますが、それ以外の方たち、自主避難の方たちは国からの保障は基本的にありません。自分の子どもを避難させるっていうことに関して家族の中で意見が分かれてしまうというケースがかなり多くて、夫婦であっても意見が違う、あと親と子どもが違うということで、なかなかそこが避難が進められない状況です。もしくはもうすでに離婚してしまったという人も私の周りにも何人かいます。避難の必要性を感じている人の方が割合的には少ないと思います。自分の子どものために自主避難を決めたお母さんたち、とても勇気があると思います。家族が一時的には離れ離れになってしまっても、子どもの将来、長い将来のためにはそれはきっと後で振り返った時に、あの決断は正しかったねっていうふうに私はなると思ってます。1200 Kilometer von Fukushima entfernt liegt Miyazaki. Hier leben mehrere hundert Familien, die wegen dem Super-GAU freiwillig ihre Heimat verlassen haben. Sie treffen sich regelmäßig, um sich zu Themen wie Kindererziehung, ihrer neuen und alten Heimat und Neuigkeiten aus dem Atomdorf auszutauschen. Sie alle teilen ein ähnliches Schicksal und haben ergreifende Geschichten zu erzählen. あの子どもたちを外で遊ばせるっていうことがとっても怖くなってしまって、今仕事も全部やめて、じゃあ宮崎に帰ろうっていうふうになって。 Das ist Frau Kitana, Mutter von drei kleinen Mädchen. Nach dem Super-GAU ist sie alleine mit ihren Kindern nach Miyazaki geflohen. Ihr Mann blieb in Tokio. Er war eben zu Besuch und direkt vor dem heutigen Treffen hatte sie ihn zu einem weiteren traurigen Abschied zum Flughafen gebracht.東京の街で水から放射の物質が出たということで水を蚊にまわってたりとかで全然気をつけずに生活を3人の子供を食べさせることだけが精一杯で生活をしてて、もしかしてこれはまずいんではないかって気が付き始めたのが本当にもう5月ぐらいになってからで、この子もずっと外に出して、5月以降は出してなかったんですけども、その中で子育てしていくのはしんどいということで、また自身は東京から出たいというふうに常々主人の方には言ってました。ただ上2人は私立の小学校に入れていたり、家もまだ建てたばっかり、まだ5年経ってない時だったので、主人としてはこちらになかなか出てくるというのは、全てを本当に捨てて出てこなきゃいけない状態だったので、なかなか許してくれずにいたんですが、もう Nach endlosem Hin und Her ließ er sie dann endlich gehen. Über Umigame no Tamago fand sie in Miyazaki dann schnell Kontakte zu anderen Flüchtlingen, die ihr schon mehr als einmal geholfen haben.Frau Kawakami lebte mit der Familie ihres Mannes in Saitama, etwa 300 Kilometer von Fukushima entfernt. Nach der Havarie im Atomkraftwerk kam sie oft nach Miyazaki, wo sich ihr Elternhaus befindet. どうも気分も悪いし、放射能のことがなんか危険だっていうことは分かってたから、埼玉に戻ってもどんどんしなくて、一生懸命携帯のインターネットで調べて、あ、本当に危ないっていう、なんか。Ihr Mann und ihre Schwiegereltern hielten die Lage jedoch für ungefährlich. Es war ein harter Kampf für Frau Kawakami.Verständnis für ihren Entschluss zu erhalten, ihr Kind in Miyazaki,
weit entfernt von der Katastrophe, zur Welt zu bringen. ここに、避難しているお母さんたちは私の認識の中で原発の知識のあるお母さんたちだと思ってます。いっぱいお金その原発の周りに回ってますから、そちら選んでるということは私は間違いだと思ってます。命をみんな選ぶべきだと思ってます。私はこのウミガメ会を知ったきっかけは、まあ、宮下さんの関係、私は、まあ、カトリック教会の神父でこの教会で宮下さんの話を聞いた後で、ここに100人以上の何て言うんですか、そこから避難しているお母さんたちがいると話を聞いて、じゃあこの教会どうぞ自分たちの集まりのために自由で使ってください。出会ったのは6月の11日で、その時あの福岡のサウンドデモ、原発脱原発のサウンドデモに行く宮崎から福岡へ行く橋の中であの古田さんと出会って、でその時こう宮島さんとかサシャもいたんですけれども、背中寄って背中寄ってバスの中太鼓叩いてもいいですか？あ、いいですよ、うん。だんだん原発の悪い情報が後から後からちょっとずつちょっとずつ出てくるので、あのなかなか帰る機会がなくて、もうしばらく宮崎に住みたいなと思って今宮崎に住みます。で今日本当にこれは小さな一歩だけれども、私も息子も初めてデモに来ることができて、あのやっと何か自分で言えたなって思うし、これからもう言うだけじゃなくてもっといろいろやっていかなきゃいけない、それを思いました。状況で放射能を心配して東日本から宮崎に身寄りが何もあの誰もいないのに来て、で男の子を持っていてっていうことで同じだねっていうことで、それがきっかけでこの会が始まりました。今3歳の息子がいて、そこの幼稚園に行っています。遊びに来たか、幼稚園に。いいな。ここはあのカトリック教会経営している幼稚園、まあ、子どもたちが入っている77人です。この幼稚園の特徴っていえるものは心の教育で、幼稚園にその放射線測る、いつも24時間放射線測る機械が置いてます。
そうですね、食べ物とか校庭なんかも今は放射能の検査をしてくれて、避難してきた自分としてはすごく安心して子どもを通わせることができるというのがあります。すごい、なんていうんですか、プロが使ってる機械ですよ。これです。いつもここに置いてます。いつもチカチカしてと動いてます。で今008っていうことは、まあ、低いですね。これが普通ですけれども、まあ、万が一のため置いてます。はい、幼稚園に来たらたくさんお母さんがいるというのと、またウミガメの卵の活動を通してすごく自分でも信じられないぐらいたくさんの人と知り合いになれたので、宮崎来てよかったなと思ってます。自然が豊かだし、食べ物おいしいと安全だし、そしてここは多分沖縄都会から一番離れてるところですから、案外に東京の人たちみんなこちらの方に好むんですよ。旦那さんはまだ仙台に。はい、仙台に残っています。で今日も本当は来てほしかったんですけれども、月に一度は仙台から宮崎に会いに来てくれるんですが、退職してからだったら宮崎で暮らしたいとは言ってるんですが、例えば今仕事を辞めてとかそういうふうには考えてはいないようなので。今日はですね、いつも大人が話をして子どもあっちで遊んでなさいだったんですけど、今日は子どもたちを中心に、自分たちでおにぎりを作っておにぎりパーティーをします。その後、歌のプレゼントとかダンスのプレゼント、絵本の読み聞かせなど子どもが楽しめるプログラムをいろいろ準備してますので、お楽しみに。何気ない気持ちかもしれないけど、それだけで、それだけが食ってくるんだ。ね、今から遊びやめて手洗って、そして後でみんなのためのおにぎりを作るんだよ。まだ持ってんだよ、まだ持ってんだよ、まだ持ってんだよ。とっても楽しかったです。美味しかったね、おにぎりね。もともとは埼玉です。ああ、いつ宮崎へ来ましたか？今年の1月からです。うん、放射能の恐れとかあったんですか？もちろんありました。でもこっちの方は子どもたちもなんとか外に出せるので安心してます。バイバイ。Hiromi Furuta ist die Hauptorganisatorin und Sprecherin von Umigame no Tamago. Nach der Fukushima-Katastrophe evakuierte sie mit ihrem 6-jährigen Sohn aus ihrer Heimatstadt Chiba und landete nach einer langen Odyssee in Miyazaki, wo sie zunächst niemanden kannte. やっぱりその気持ちの分かち合える人が誰もいないっていう孤独と閉塞感から自分の笑顔が日々なくなっていくことに気がついて、あ、子供にこんな子を見せるために避難してきたんだったら意味がないなと思って、でこういう会を立ち上げたいと思って、今はもうすごいもう日々こう問い合わせとか連絡があって、多分120家族ぐらい宮崎でつながってきてて、で今は夫はちょっともう放射能のこととか原発のことについては年末来たんですけど、もう理解がなくなってて、もう政府も収束宣言をしてるし、いつまでいるんだみたいになっちゃって、だからちょっと離婚の危機みたいな
とこもありますけれども、やっぱりでもそういうお母さん多いんですよ。で最近ちょっと変わってきたことで、私も最初はその怒りとか悲しみとか不安とか恐怖とかで、多分息子が病気、原発が原因で病気になって闘病したりとか、もし毎日死んでしまったら多分発狂するっていうか、多分一人でなんか乗り込んでいて政府の人一人でも殺して死んでやるぐらいの怒りがすごくあったんだけど、でもそれで突き動かされてるのってすごい辛いんですよね。でやっぱりそのみんなとつながってみんなで考えないとやっぱり何も変えられないし。Inzwischen ist Hiromi Furuta alles andere als isoliert. Sie hat Kontakt zu vielen hundert Flüchtlingsfamilien und erfährt große Unterstützung der lokalen Bevölkerung in Miyazaki. Sie ist ständig bemüht, ein Bewusstsein und Akzeptanz für die Flüchtlinge des Super-GAUs zu schaffen. Oft spricht sie auf Veranstaltungen und in den lokalen Medien ist sie schon eine bekannte Persönlichkeit.ですね、避難されてる方がいるっていうのは知らない人もたくさんいるんで、そういうのをすごい前向きに伝えれたらいいなと思って記事書きますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。地元のテレビ局でテレビ宮崎の報道に所属してます岩切と申します。皆様方が抱えてらっしゃる問題あるいは不安をですね、メディアとしていかに伝えていって風化させないことがやはり重要じゃないのかなと、まあ、今日改めて感じました。ウミガメの卵について書かれた新聞記事はたくさんありますよね。いっぱいあります。その1枚じゃなくて、例えば副代表の宮下さんが短歌の歌人ということで、これは今年のお正月のすごく大きな記事ですね。自主避難者の人が宮崎でこれだけ広がってるとかつながってるっていうのは、 こっちの方だ、九州ぐらいまでだと記事とかで出るけど、その自分たちのふるさとである東日本の方までは行かないですね、うん、なかなか。あ、そうですね、うん、でもこれはその、共同通信さんといって記事を書いて多分いろんな新聞社にこう買ってもらうっていうか、うん、なので、うん、結構いろんなところに行ったの。福島でも、うん、載せてもらったので、ね、私たちみたいな存在を知ってほしいし、やっぱり宮崎の人にも原発のことだけじゃなくて、どうしてこういう世の中になっちゃったのかなっていうのをやっぱりみんなで考えれる世の中にならないと何も変わらないと思ってて、だからテレビってやっぱり一度にたくさんの人たちに発信してるね。おじいちゃんから子供まで、お父さん、男の人も女の人も。ウミガメの卵はそんなになんかこう神経質なヒステリックな集団じゃないというか、まあこう、はい。やっぱりそのあとは一歩避難したくてもできない東日本に取り残されている人たちの気持ちを思うと、やっぱりこちらでこう楽しく優しく明るい発信をしていくことで、その人たちに何かの支えになったり、気持ちこういつでもこっちに来ていいんだよっていうのができればいいかなと思って。東京上野方面行きが参ります。本州の県から来場者の方のご乗車いただけます。皆様のご理解をご協力をお願いします。Kontakte von Hiromi Furuta reichen bis nach Tokio. Hier sprach ich mit einer Mutter, die gern nach Miyazaki evakuieren würde, aber wegen ihrem Mann in Tokio bleibt. Ich traf einen Vater, dessen Frau und Kind in Miyazaki sind und der seinen Job in Tokio nicht aufgeben möchte. Name wa Miyano Mika desu. 12歳と10歳の男の子がいます。ウミガメの卵は夏休みにそのつなげてくれた人につなげてもらって初めて宮崎の空港に降り立って、宮崎なんて何の縁のゆかりもない
宮崎空港に降り立って、もうポツンってその家族3人だけで全然見知らぬ土地なんだなって、もう急にすごい不安が襲ってきて、その時にウミガメの卵のひろみさんの方から連絡をくれて、とりあえず明日九州電力宮崎支店に行くけど一緒に行くみたいな感じで、私も 何が何だか分からないままにとりあえずじゃあ行ってみようと思って、すいません、飛び入りで参加してしまいました。私は東京から、一時避難で夏休みを利用して子供2人を連れて東京北区から参りました宮野と申します。これから先のことを考えたときに、皆さんもちろん九州電力さんだけの力でお願いしますというんじゃありません。私たち市民も、私も東京からですが、この運動を始めたいということで、夏に去年宮崎に行ったときに、無理って子供と私と全部検査してもらって、甲状腺がなんか今現在も何もなかったとしても今現在のデータが欲しいと思って検査してもらったら、その時子供たち2人とも選手用甲状腺腫っていうもう出てて、血液検査は異常なかったんだけども、なんかこうプチプチってちっちゃいのができてるって言われて、主人や学校やあとはその主人の両親にも検査結果を伝えたし、子供のそういうデータだったりとかを見たら主人も心が動くだろうなってずっと思ってたんだけども、でもお医者さんが経過観察でいいって言ってるし、まあ、すごく絆が強くて、お父さんだけ東京に残って子供だけ宮崎で暮らすっていう選択肢 もう最初はずっとそればかり考えてたし、そうなるって思ってたんだけど、私の思いはやっぱり家族一緒に納得して、主人も主人の両親もみんな一緒に安全なところに行けるならいいんだけども、その思いはずっと3月の時から今になっても、消えないし、毎日だから寝る前にそのことを考えて、あ、もうやっぱり明日飛行機に乗って宮崎に行こうとか喧嘩になっちゃう。その話またでも行けばいいじゃん母子で、東京にいて動けないならできるだけのことをしようって言って、そのお野菜 もう3月、去年の3月からずっともう顔の分かる京都 その昔からお野菜作ってるお友達って紹介された人とか、あとは顔の分かってる宮崎の、まあ、串木の人からこう野菜を取り寄せたりとか、もう神経質なぐらいお部屋を掃除してた時もあったけども、できる限りのことをすればできるはずだって。京区に住んでいる、哲郎と言います。これがあの家族の写真です。子供は今あの5歳の男の子です。あのユーロと言います。まあ、3月11日に、地震が起きて、でその後あの、まあ、福島の原発事故が起きて、でそれで、3月の15日にやはりその原発事故の影響がよくわからないと、であのすぐには危なくないかもしれないけど、特に小さい子供にとっては5年後10年後に影響が出るかもしれないっていう判断をして、まずはあの妻の実家の宮崎に妻と子供を避難させることをあの、まあ、決めました。あの例えばテレビとかのマスコミは、まあ、大丈夫というふうにあのその時はこう言っていましたけど、あの例えば奥さんの友達とかいうところで、あのやはり、まあ、福島は本当は危ないんじゃないかということを聞いていて、私の実はあの職業は金融のコンサルタントでリスク管理が専門です。でリスク管理というのは常に最悪の状況を考える。であのそういった状況がわからないときは常に悪いこと、一番悪いことを考えて
で今回の場合は子供を一番に考える。ですぐに影響がないかもしれないけど5年後10年後に影響がもしあるかもしれないと判断したので、それで子供とあと妻をその宮崎に避難させるという決断をしました。で私の方は仕事があるので、すぐに東京を離れることができない。それで休みを取って宮崎の、妻と子供に会いに行くっていう生活をこの1年間ずっと続けています。で将来的には私もやはりもうたとえ職業が変わっても東京を離れて宮崎に行ってで一緒に生活したいというふうに思ってます。でただなかなかその友人のそのと話していても理解を得られない、東京は本当危なくないんじゃないかと思ってる人たちも多いので理解を得られないことも今でも多いです。それはその近所の仲がいいお友達とかにベビーがまだ生まれたばっかりの友達もいて、もうとにかく逃げてって言ったけど本当にその近しい人だけね。でもなんか何言ってるのっていう、みんないるし大丈夫だよ。多分普通の人はもう全く普通に日常を送ってるし、相変わらずテレビではバラエティばっかり流れてるし、普通に思わされてる普通の毎日。まあ今までの経緯があってその原発が福島に作られましたけど、その福島の作られた電気っていうのは実はこの首都圏の東京で使われています。ですので我々はその、被害者でもあるんですけど、同時に福島の人たちにとっては加害者だと思ってます。宮崎は大きな産業とかはないとは思うんですけど、ただ綺麗な青島とかの海もありますし、あと山も霧島とかいうのもあるので、とてもだから自然に恵まれた生活しやすいところだと思ってます。なので子供を小さい子供をその育てるにはとてもいい場所だと思います。宮崎にいる間は夏も冬もうすごいよくしてもらって、麹島に連れてってもらったのもひろみさんだし、元旦の2012年の元旦にいる間にも麹島にまた連れてってもらって、元旦の麹島の海に子供たち入ってなんか暖かかったから、宮崎の空もすごい全然こんな東京の空と違って、もう曇ったって思ったら晴れて、晴れたと思ったらまた雨降って虹が出てみたいな、生きてる感じの空がすごいすごい素敵だなって思って、なんかすごい宮崎にいると生きてるっていう感じがするの。なんだろう。また宮崎で待ってます。はい、行きますよ宮崎皆さんにもよろしくお伝えください。伝えます。ありがとう。ありがとう。藤田秀則、33歳です。藤田和子です。年は33歳です。宮崎には去年の8月に来ました。僕の地元は福島県の郡山市というところで、震災後すぐにやっぱり放射能の影響で安心して生活ができないと思ってすぐに福井県の方に避難して、でサーフィンしたくて宮崎に移住しました。福島に行っても畑をやってたんだけど、これからこう畑を作るのもちょっと難しいし、サーフィンするのにも海入れないから、どんどんこう前向きに考えていったら移住した方がこう役目で福島に何か食料送ったりとかできるのかなってだんだん思うようになって、私は移住をだんだん決意していって。宮崎はすごく気候も良くて、もうで食べ物も美味しいし、すごい最高の
そこに来れてよかったなと思ってます。川も海も豊かで山も近くにあって、で風も気持ちいいし、もう海岸線走ってるだけでもう南国な感じが大好きで、もういるだけでなんかハッピーみたいな。3人乗りで、3人乗りで、とっても時間だったんだけど、よかったよかった。トリオです。マーティン家です。こちらクミコ、サイカ、ロス、もう一人いるんですけど、息子さん2歳半なんですけど、長男ユキナガです。こんにちは。ユキナガ、say hello。しぶきたけしです。妻のあけみ、息子2歳のかえりです。花で、2歳で、もう一人上に4歳の男の子ソラがいます。宮崎に来たのは5月の上旬です。はい。もともとはどこに？もともとは茨城県です。福島と県境になってる町です。昨年の8月に、千葉県から、こちらの宮崎に、妻の母親の関係でガジッコ家に家があるので、来ました。去年の3月15日に福島県いわき市を出ました。でとりあえず車に積めるだけの荷物を積んで飛び乗って福島空港に行って、その後、羽田に飛んで一泊して、それから宮崎の空港に着きました。だから16日に着きました。旦那の、実家が宮崎の日南市だったので、とりあえずも逃げれるところだったらどこでもと思って来ました。子供がまだその時1歳だったということもあるので、放射能による、内部被曝の問題ですとか、自分たちの住んでるところがもう高いっていうのはちょっと不安ですよね。子供が1歳で歩き始めて、葉っぱとか落ちてる葉っぱとか石とか拾って口に入れたりとかするのに、そこに見えない放射能がついてるっていうのが、常に不安な日々を送っていたので、そういったことで、宮崎に実家があるということでこちらに来ました。爆発があって、と思ったんですけど、2回目の時に僕出かけたんだけど、帰ってきたらまだ爆発あったよって言われて、またけと思ったんですよね。それからもう出るべきだなと思ってて、何人にも言われたんですけど、いや日本人って逃げることしないんだって言われた、それは理由がないと思ってるんですよね。とりあえず今まだみんないるんですよね、向こう。人それぞれですよね。だってみんな同じ情報とか手に入れるからさ、判断ね、人によって。でも我々から見ると、うちらの見てる情報って自分だけ、なんでそのまま子供一緒にいるのはちょっと理解できないですね。やっぱりね、兄弟とか親はまだ福島にいるんで、会いに行きたいっては思うんですけど、でもこの子たちを連れて
戻れるかどうかっていうのはやっぱり戻りたいっては思わないです。うん、宮崎はどうですか？あ、もうすっごいいいところ。あの避難してくる時はやっぱりすごく、なんだろう、精神的にもうしんどかったんですけど、こっちに来て人と自然にすごく癒されて、おかげで元気になったっていう感じがすごくします。はい、やっぱり子育てするにはあの最高の環境だと思ってます。うん、とりあえずちょっと兵庫県の方に友人、主人の友人がいたので、そちらの方に避難、1年間近く避難していました。あのどういうところがいいかなと探したんですよ。それで、まあ、あの何箇所も気にしたんですけど、縁が綾町があったんですよ。あのお住まいと偶然に仕事も見つかったんですよ。はい、だから綾町になりました。どうですか？綾町はとても好きですね。はい、やっぱり茨城に住む時と同じような同じように緑がいっぱいで、とても子どもたちにもいい影響かなと、とてもいい住みやすい環境でとても嬉しく思っています。私、宮崎県綾町の町長を接かってます前田稔です。綾町は自然が美しくて、人情味が高くて、そして、いろんなですね、生活環境は整っておりますので、そういう町にぜひお越しください。Ein Ausflug in das Städtchen Aya, gleich neben Miyazaki City. Die Gemeinde mit etwa 7000 Einwohnern ist in ganz Japan für ökologische Landwirtschaft bekannt und auch bei den Fukushima-Flüchtlingen sehr beliebt. Hiromi Furuta macht hier ein Praktikum auf dem Bio-Bauernhof Hayakawa. Kyo no kadai wa nan desu ka? Kyo wa brokkoli no shuukaku to kore ga owatta ra hakusai desu. Mainichi nanka umigame no tamago no koto ni owarete.電話がかかってきてメールが来てっていう毎日なので、自分の気持ちのリフレッシュとかにもなってるかなと思います。こんなにいっぱい葉っぱがついてちょっとかわいそうなんですけど、こんなに一生懸命こんな太くなってこんな感じ。お、ニコ。Yuli Hayakawa gründete vor 20 Jahren den Bio-Bauernhof Hayakawa。安心安全っていうことと、おいしいお野菜が食べたいっていうことからスタートした農園ではあったんですけど、Tatkräftig unterstützt Frau Hayakawa die Fukushima Flüchtlinge。まあ、彼女たちに対してはできるところはあのずっと支援していきたいっていう。おはようございます。おはようございます。Heute organisiert Umigame no Tamago einen Bio-Landwirtschaftserlebnistag auf dem Hayakawa-Hof. Das geerntete Gemüse wird als Spende in die Fukushima-Region geschickt. Auch Hiromi Furuta wohnt mit ihrem Sohn in Aya. Schon mehrmals hat sie in ihrem Haus neu angekommene Flüchtlingsfamilien aufgenommen, solange bis diese eine eigene Wohnung gefunden hatten. こっちが広くて、板の間で結構ね、広いから、ちっちゃいベビーマッサージの会とかヨガとかも少しできる、集まってできるかな。そうだから今一緒に子供さんが来てるので、あんなお風呂もこんなおむつとかもちっちゃい子の布おむつとか
ルナムツですね。うん、頑張ってますね。あとそのみんなでやっぱりこう他のお母さんたちとかとこう子供たちがこうお互い助け合ってこう一つの屋根の下で協力し合って育てる環境がまあ多分息子のためにも私と二人きりで暮らすよりはいいんじゃないかと思ってくれたみたいで買ったんです。あ、いい買い物できたんじゃないですか。え、僕はそうですね、はい、感謝しないとです。あとこれに段ボールでこう積まれてるのが支援物資って言ってあの地元の人からの寄付のものお皿とか、まあ、こういうとこにある野菜とかもそうなんだけど野菜とかも近所の人が今持ってきてくれたりしてあの比較的お金を使わないで済むような生活が皆さんのおかげでできて。Die Tore von Aya stehen offen für die freiwilligen Fukushima-Flüchtlinge. Heute trifft sich Hiromi Furuta mit dem Bürgermeister, um ihm von dem Flüchtlingsnetzwerk Umigamen und Hamago zu berichten und ihn zu einer Gesprächsrunde einzuladen. このセシウムの問題というのはみんな不安がありますから、まあ、私は先ほど福田さんもおっしゃったように人の そのセシウムに対する放射に対する捉え方というのは、まあ、非常に格差があるんですよね。男女と性男と女でも違うし子供でも違うしでもやっぱり心配だという人はそれでは綾町でですね安心して暮らしていただきましょうということの提供というかその気持ちはしっかり受け止めて努力せにいかんと私は思ってるんですよ。ちょっとあの思ってるのがよかったら町長さんとか向井さんを囲んで移住者との懇親会がちょっとできたらいいなと。いやもうそれはぜひですね、ぜひ連絡してください。一緒になってですね、せっかく綾町を評価してきていただいた方々に悪い印象を与えないように、その気持ちを持続していただくような環境づくりにはやりますから、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。何かの地元の子どもの権利条約とかの何か関係でちょっとお話をする機会があって呼ばれた時にそこにこう座ってる人たちの顔がバーってあってで見た時に あの人も知ってるしこの方も知ってるしこの方にも声かけてもらったしこの方にも助けてもらったしっていう人がたくさんその場にいて1年前は誰も知らなかったんですけどもう放射能の問題からだいぶ離れてる。自分が被災者っていう意識は全くない。去年の今頃は被災者意識がバリバリにあって私は放射能原発のことのせいでこうやってこっちに来たんだっていう被害者的な意識がすごい強かったんですけど本当つなぎ役っていうか本当に避難してきて自分が被災者だって思ってる人たちがまだいっぱいいるしあっちでまだ東日本でこっちに来たいと思ってる人たちもいるからそういう人と宮崎をつなぐつなぎ役っていう架け橋役というか橋渡し役っていう立場なんだなっていうのがだんだん見えてきたのが多分ここ2、3ヶ月1年時間がでもかかりましたね。おお来ましたよ。これが木崎浜です。今日はどうもありがとうございます。ここは、宮崎市飛行場から、南へだいたい5分ぐらいのところですね、場所は祖山寺、木崎浜といいます、ここに毎年赤ウミガメさんが上陸してくれます。昨日ちょうど赤ウミガメさんが卵を産みに来ました。ちょっと赤ウミガメさんの足跡を見てください。やっぱり全ての生き物さんが生きるを感じてる。僕は生きたいんだと。だからやっぱり海の近くでは産卵しないですよね。卵を産まないですよね。その理由は私が産んだ赤ちゃんたちが死んでしまったらいけないので。赤ウミガメは人間さんの先生です。卵のために安全な場所を自分の子供を守るために自分の子供が一番大事なんだと。自分たちの仲間が一番大事なんだと。ここに卵を産んだということがもうお母さんが守ってるということですね。やっぱり東北の皆さんたちもお母さんもお父さんもですね、子供たちは自分で守るんだ、子供たちにいい教育を、子供たちに全ての最善の環境を与えたいと思って宮崎に来たと思います。
宮崎に来れば絶対大丈夫です。どんな子供も元気になります。どんな子供も立派になります。宮崎に来てくれてありがとうございます。Die Meeresschildkröten von Miyazaki suchen die Flüchtlinge vom Fukushima-AKW-Unfall den sichersten Ort für ihre Kinder. Die Entscheidung, für ihre Kinder freiwillig ihre Heimat zu opfern, ist eine gewaltige Anklage gegen das japanische Atomdorf und ein Symbol einer neuen Zivilcourage in Japan. Möge ihr Mut und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Kindern der Grundstein sein für ein neues Japan, eine neue Welt, in der moderne Menschen in Einklang mit der Natur existieren.私はあの綾の隣の国富で生まれました。国富町生まれ、こんなに田舎の自分のふるさとの近くで、もう日本のいろんなとこからみんなの仲間たちが集まってきて、すごく新しい風が綾の町にも吹き始めたのを感じています。感謝、あなたの笑顔は感謝、サンシャイン、サンシャイン。